やっぽー。加工がないんですよね。これどうしよう。やっぽー。見るわけなかったな。ツイキャス大丈夫かこれ。誰も大手さんやってない。どうした、夏休み入っちゃった。あの大手さんどこ行っちゃったの。ツイキャスの大手さん何してんのみんな。面白いおじさん来ました、よろしくお願いします。どうも。うん、あ、一人ちょっと NG 入れとくかこいつ、うん、調子乗ってんなこいつ。うん、はいどうも。あ、夜が多いんだ。昼間やってないんだ誰も。収益ない。うん、ブロ解して。何が何が。ふわっち、ブロック解除 してって何。ブロックされてんの、マジで。おちょく投げたい、我慢してください。フォローしましたね、やす。ふわやめてないよ。なんでキャスに来るの、なんで来ちゃダメなの。うん、ダメなの。闇 YouTube、 あ、 YouTube やってんだ。なんで、何、キャス主さん、大手のさ、キャス主さん YouTube 行ってんの。なんでな、なんでな。うん、ねえ、いいじゃんね、自由じゃんな。黙れよお前、カスがよ。収益ついてないですね。うん、あ、相談あるんでね、よろしくお願いします。おすすめ規制だよ。何が、俺が、嘘でしょ。俺もうおすすめ規制なの。ちょっと見てきて。解除されたよね。嘘だよ、まあ、バカ、まあ、やばいね、やば。タヌキ枠でブロックされた。なんて書いたのあなた、なんて書いたの、な、何さん、つとむ、お前なんて書いたんだ、タヌキ枠で。言ってみろ、それによっては解除するけど。なんて書いたんだお前、覚えてませんわ、もう無理だ。なんて書いてブロックされたの、ちょ、言ってみろ、正直に言ったら留守。なんて書いた、つとむ。うん、カバンにおすすめ規制、もうかからないで、かかんないよ。何したの、音がこもってる今。こもってないだろ、お前のイヤホンが安物なんじゃないか。300円のやつで買った、なんか、イキリストの鳩はいらんやろ。それはブロックだわ。鳩はいらんって。こもってない。だから、300円のブルートゥースイヤホンなんだろ、お前。もうちょっとブルートゥースイヤホンぐらいいいの買えよ。バカがケチるな、お前。中国製だろ、お前。あおかよ。デブはふわっち戻るよ。はい。終わります。ありがとう。こいつのせいで、あのもう終わります。うん、お前のせいな。うん、こいつのせいだ。うん、ね、お前がいらないんだよ。だから始まったばっかり。開始何分、今4分でもう終わるか。今来たアリアス。うん、閲覧500人すごいよね。うん、昨日はすごかった。もっと2000人ぐらいいたで昨日。もう飽きられちゃった。あ、フォロワーも少ないしな。僕の面白さにもっと気づいてほしいね、ツイキャスのリスナーさんね。まだまだ発展途上国だから、もっと増やしていこう、仲間をね。うん、下積みが大事だから。まだ1年生だから、もうフォロワーさんもサポーターも少ないからね。おすすめに乗らないと話にならない。仲間増やしていこう、もっと広めていこうね。彼女いるよ。君はいないの。俺はいるよ。うん、リスナーさんが彼女みたいなとこあるからね。僕はね、リスナーさんも大事にしてるから。彼女もね、彼女も大事にできないやつはリスナーも大事にできないから。うん、サボらないでしょ俺ね。サボらない配信は。うん、サポーター少ないよな。何人いるのサポーター、ちょっと見て。見方が分かんない。サポーター何人いる。ガチ恋さんいらっしゃい。お茶ばくないっす。彼女32歳。
4300人ってどうなの、それはどうなの、少ないの、それは。のりちゃんとかななちゃんとか何人ぐらいの、なーぼーさんとか何人、少ないの、過疎過疎終わってる、少なすぎ。どうしたら増えるの、サポーター10万人以上いるんだ、やばいじゃん。待って、遅延が発生した、なんだこれ、電波ないの、あのふわっちでできるんだけど、ここで配信なんで、ちょっとなんでツイコールが重いのかな、なんで遅延が発生するのこれ、なんでこれ、熱暴走してるか、あ、熱暴走してるわ、これちょっとファンつけるね、熱暴走してるわ、ダメだこれ、熱暴走して、ちょっとファンつけます、後ろちょっと扇風機つけます、うるさいかも、うん、うーわ、カクカクしてんだこれ、最悪、パソコンない。のりちゃんが18万4000人、うん、ヤミーでも9万人、あー、ドカソだね、ね、モンジョリ280万、340万つってたよ、してない、今さっき遅延がね発生したって出たね、今ちょっとスマホ冷やしてる、めちゃくちゃ暑い、今家雑でこんな暑いってやばくね、スマホ大丈夫、ヤミーのところに突しよう、どうやって、4300人しかいないんだ、パソコン買うか、うん、おちょんぽ先輩、わかんねえな、おちょんぽ先輩、治った、ありやす、ありがとう、なんでキャスしてるの、ダメなの、しちゃ機長のプロフの固定、聞いた、聞いてない、あ、なんか機長さんの枠見たけど、テロップの下に青いなんかテロップがあって、固定のコメントってそのことかな、あれどうやってやるんだろう、やってたね機長さん、うん、地盤なってない、なってない、これこれさんが45万人、ちょっと3万人ぐらい分けてくんねえかな、ねえ、あれだよね、固定のね、うん、目立つね、あれね、あれどうやってんだろうね、いや、やり方が分からんわ俺はのりちゃん、モンジョリ、ナーボ、TJ さんに売名しろよ、サポーター18万人、石川の力、さすがやな、さすが殿や、そのレベルまで行かれへんと思うけど、おいどんは、うん、すごいな、奈々ちゃんは男に騙されたっていうか、まあどうなんだ、好きで貸したからね、騙された気持ち感覚はないんじゃない、好きだったから当時は、うん、ケンジじゃないです、ケンジの考察枠は良くない、いる、いるかな、その考察枠いる、ケンジケンジになっちゃう、コメ欄がケンジ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 って、フワでもちょっと話したけど、ケンジケンジになる、全部ケンジケンジ、うん、で本名はケンタらしいんだよね、どうやらケンタ、あとズー君ね、ケンジ知らないでしょ、いらないでしょ、うん、お、誰だパチンコってるやつ、ポッキュン、お前パチンコ打ちなんか見てんじゃねえよ、お前ポッキュン言ってるやついて、今、うん、TJ さん分かんない、俺知らん、見てない、ポルポンよりサポーター少ないんだ、やばいじゃん、ケンジキャスやって、それルイージな、多分ケンジってルイージじゃない、うん、ダメだよパチンコなんか打ってた、涼しいからってさ、パチンコ行くな、ハモられるぞ、やめろ、設定固定コメント OK、 設定設定固定コメントないな、詳細のあれかな、詳細の方かな、いやないな、機長さんに後で教えてもらうよ、今度会った時、餌が来ました皆さん、僕のお昼ご飯です、ダイエット中です、よろしくお願いします、餌です、今日のお昼ご飯です、
うん、餌が来ました。ダイエットします。ヘルシー。みんなもダイエットしようよ、夏だし。一番痩せれるよ夏はね。冬は蓄えちゃうから、あのダイエットと向いてない。やっぱ痩せるんだったら夏だよ、夏にね。お前かそりすぎた。お前しょうがないだろ、サポーター4000人しかいねえんだからや。十分だろ、700人も来てたらお前、あ何人いたらいいんだじゃあ。お前かそりすぎた。お前もう十分大手だろお前、700人お前なめてんのかよ。配信画面右下、ちょっと待って流れちゃう。配信画面右下、投げれないお茶ばっかり。配信画面右下、あー流れちゃった。どこ行っちゃった。せっかく教えてくれてるのに。調べてライブ設定、固定メッセージ、ライブ設定、固定メッセージ、あーあった。どうできた、なんて書けばいいの。 OK、 そう OK、 できた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 、ありがとうございます。できたできた。誰に言ってんの、あのなんつうの、ツイコール、ツイコール。モンジョリ今夜はダメだろお前。ナナちゃんのリスナーさん怖いよお前。うん。あー、のりちゃんとね新宿へくるくる待ってる、もしかしたらありやす、見てくれた。うん。何でも凸にすればいいんかこれな。オッケー、じゃあ何でも凸にするわ。わからんからちょっと教えてや。ここでいいや。水耕力規制かかるときあるから気をつけてな。了解。動画で上がれますか。何でも。うん。バファリンと相撲取りました。勝ちました。3万円もらいました。テロップに書けよ、なんて書いてるやん、 Z クリニックって。なんて書くの。あー動画のチント作るの、マジ危な。うん、テロップにとつまちって書け。テロップに、テロップにとつまち。うん、有名じゃないよ全然。こんにちは。新突嬉しくないです。わかんねえだからいいじゃねえか、指示中とかよ。恥ずくねえよ、お前。全然嬉しいわ。わかんねえもん、俺。つらのおじさん、そう。ツイコール動画できない。大丈夫、OK。新突来ない。ゼロワンって人ですか、違います。セイジです。セイジクレイジーパピヨンです。初心者だから。うん。お前さ、名前 ID でサブってやつやばくない、お前。せめてさ、アンチコメするんだったら匿名で書けよ。もう堂々と書くんじゃねえよ、お前。赤出しで。顔が汚いって。なあ、ふざけてんね、これ。誤爆なの、これ。うん、サブ、てめえ。顔が汚い。なんでも立つまちにしなよ、どこ書いてあるだろ、固定メッセージで。うん、本気、本気だよな、マジで。赤立ちで誤爆じゃないんだ。あ、そうなんだ。うん、テロップに書いてるでしょって。あ、いつも赤立ちなの、サブさん。へえ、
固定に何でも食べて、書いてるだろう。テロップに突発するな、うるせえ。固定メッセージ、テロップ別だよ。別だよ。別に書いたんじゃん。ここに突待ちって書いてある、テロップ。うん。今来た、いらっしゃい。書いてるから、今。書いてるよ、俺。書いてない?見えないの?君たちは。見えない?書いてるんだけどな。なんで?書いてるよね。見えないの?見えるでしょって。とつまつ。書いてるよね。見えるよね。首がない。当たり前で太ってるからしょうがないだろ、別に。うるさいな、ほんとガチャ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 。エッチな体してるね、わ、草。とつまち。うん。ちょっと、いい加減、そろそろちょっと、上がってきて、誰か。うん。座ってるよ、座ってる。うん。これ、いつまで言われるんだろうな、ふわっちに帰れ、ゴミって。なんでツイキャス来たとかさ、いつまで言われるの?ふわっち番じゃない?ケンジじゃない。うん。お茶箱はね、今ね、申請中。うん。1000人なんか行かなくていい、こんな。やめて。500人ぐらいでいいわ。指定はついてない。うん。枝豆、ご飯、ご飯。今日のご飯これ。こんにちは。いや、なんかさ、ツイキャスの大手さんの夏休み入っちゃってるの、やる気あんの、マジで。うん、帰省だったらもうフワ帰るよ。でもツイキャスもやっていかないとね、やっぱり、お前誰じゃねえんだよ。お前がアカウント出して、自己紹介したら俺が教えてやるよ、俺の全てを。匿名でお前誰はないだろ、お前。失礼だな。なんだ、お前黙れって、お前。喋んなきゃいいの?じゃ、喋んねえわ、じゃあ。喋ったらダメなの。あの、キッズ湧いてる?キッズ湧いてる?ツイキャスキッズ多い?もしかして。キッズ多い?何?質問に答えないって何?質問が多すぎて、あのツイコール上がってこい、これ。お前かわしい、お前。ガチャ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 、ツイコール来いよ、お前。やろ。何の質問に答え、何の質問だよ。うん、来いよ、トツマッチやってんだから。ババアとキッズしかいねえのか、これ。来いよ、だ。うん、まあまあ、いらっしゃい。マジでツイコール来ないな。ワン切りでもいいから来いよ、ほら。昨日ワン切りあったのよ。来いよ、ほら。どんな配信してる?ふわっちで。まあ、事件とかだね。詐欺師とかいるからさ、やっぱ。トツ待ちお願いします。いいよいいよ、トツ、いいよ。来て来て来て、うん、もしよかったら3点セットお願いします。フォロー、通知、サポートお願いします。うん、BGM うるさい、ちょっと小さくするね。うん、3点セットお願いします。あ、トツいいよ。さ、さっきはトツいい、トツいいってさ、一個も来ねえんだけど、どういうこと?俺、ツイコールついてるよね、今ね。ついてるよね。
なんで来ないの？レベル上がってあります？枝豆食ってる。ついてないのこれ。え？一ついいよ。はぁ？ついてるよね。ほら、ついてるじゃん。ほら、ココアちゃんのやつね。うん。話すことないもん。ついてるでしょ？カバに相談してもな、なんでもいいっつってんじゃん。今日食べたご飯のメニューとかでもいいっつ、なんでもいいっつってんじゃん。今、財布開けてさ、レシート入ってるたら、買ったもの一覧とかでもいいじゃん。なんでもいいわ。最近買ったもの言います、レシート読んでいきます、それでもいいや、何でもいいや。あ、来た。誰？ヘイジさん、こんにちは。あ、こんにちは。聞こえますか？聞こえます。あ、カナカナです。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。何の用があって来たんですか？ちょっと、何の用っていうか、枝豆食べてるなと思って、美味しそうだなと思って、すいません。いい。あ、あと、そういえば、来月誕生日なんです、僕。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。何歳になったの？22になります、来月。すごい。若いね。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。プシッセージ、プシッセージ、セージ、ラップ、はい、セージでラップ、あ、俺が言わなきゃ。でもこれラップっての振られてんのかな。俺がなんか喋ればいいの、言いたいばいいの。これ今前奏でしょ、前奏。ラップカモン、イエーカモン。最近ツイキャスのおすすめ見たよ。大手、大手いなくなった、どこ行った。 TJ ナボノリちゃん、どこ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 。夏休み俺は家で暇つぶし、イエーイエー、決まった。あ、ありがとう。切るか。あ、これ落とさなきゃな。ほんで次誰、これ誰。もしもし、もしもーし、誰これ。もしもし、おーい、もしもし、なんでこれ。もしもし、聞いてんのこれ。もしもし、喋らんのかこれ。おい、無言は落とすか、これいらんか。さ
食ってるこれ。これいい。舐めてるわ。バカにされてるわ、完全に。カバだから喋れない。あ、レベル上げたい。ああ、なるほど。レベル上がるんだ。レベル上げしたいってこと？そいつが？なるほどね。喋らない時間の無駄、それな。うん。落としました。変なやつ来るんだね。レベル上がりたいんだ。うん。キャス、配信者ってやっぱ面白いんだな。カバー見たらわかる。かもしれん。誰が面白いの今。ちょっと勉強するわ、じゃあ。ちょっとリスナーに戻るわ、一回。誰の配信を見て勉強すればいいんですか？うん。誰の配信を見ればいいの？教えてくれ。うん。もうそこだけやんか。もうそこにいないの、もう。やってないじゃん、配信自体。もうそこやん、全部。マティアス、ナーボー、野田、モンジョリ、石川のりゆき、一部とマルコス、これこれ、ロカ X、ミートゲンゴロ、ヤミ、キチョピ、ユリタ、コマイ、うん。キチョミロヤ、三浦雄星、シュラ君、ワド、君坊見てたよ俺。ワド、ナーボー、タクミ、ミツ。ミツは配信してね。DJ、ダッス、マティアス多いな。セクズマ、ドラネコ先生。やっぱコレコレさんか。コレコレさんみたいになればいいの。誰かさ、なんか暴露ないの？ツイキャスの暴露、キャス主の暴露ないの？ふわっちゃ結構あるけどね。ないの？暴露税金払ったよ。ないの？なんか悪さしてないの？裏でリスナーさんからチョコフリとかオフパコとかないの？逆に脱税とか何でもいいけど暴露ないの？前いっぱいあったじゃんねえ。香川の真似すんねんよ。香川さん見てないからわかんないよ。真似してんの俺。うん。ないんだ。香川さん見てないな俺。うん。チョコフリいいの？ツイキャスは。うん。ナネちゃんな、その話題だよな今な。あとポンスケがなんかね、なんか。話題性があるんでしょ。ポンスケが何したの。ポンスケさんのことよくわかんないんだけど、あれなんか絶縁してなかった、誰かと。ポンスケ誰と絶縁したんだっけ。訴訟、あー、え、そこで揉めるとは思わなかったわ。 TJ さんとなんで揉めたの。やめとけ、これあんまり話題にしない方がいいの。内緒なのこれは、言わない方がいいな、あんまり。大丈夫？やめといた方がいい？潜り問題。お前が口出すな、すいません。給料問題、へぇ。触れない方がいいな。干される？知らないもんね。消されるぞ。ポンスケ嫌い。ポンスケと、ポンスケは今何？アンチがいっぱいいるってこと？とんでもないことをしたってこと？どっちが悪いの？これは皆さんは、ツイキャス主さんは。どっちが悪いの？ポンスケさんと TJ さん。言いがかり？ポンスケ。あ、ポンスケが悪いんだ。言い分があるからね、両方のね。うん、お互い様。でも TJ さんが訴えてるんでしょ。不安主のお前には関係ないことですよ。はい、関係ないですけど、ネタがないんですよ。いいじゃん、ちょっとくらいうんこ食わしてもらってもダメなの。
不和やんけ。そうだよ、ダメなの記者ネタがないなんて。五兆が悪い。あ、五兆が悪いんだ。うん、五兆のせいで二人を揉めた。あー、なるほどね。不和の話して、ここで不和の話して、もうすどうすんのよ。外配信してもいいよ。暑くて、暑ない今日。外にいる人いる？暑ない。僕神戸なんだけど、神戸リスナーいる？神戸リスナー、暑いっしょ今日。全国的に大阪死ぬよね、やばいっしょ。あ、外いるんだ結構みんなね。三宮いる？暑ない。東京税金払い払ったよ、バカ。うるせえよ。なんだお前、税金っても漢字で書けよ。なんでお前ひらがなで一個ずつ書くんだよ、びっくりマーク入れて。バカかよ。税金払ったから、うるせえな。税金コメントやめて、もう払ってるから。はい、こんにちは、まいちゃいです。うん、こんにちは。もしよかったらお茶爆投げててね、一個でもいいからね。うん、やばるさしないけど、来てくれてるからさ、こんなつまんねえ枠に、どうでもいい枠にねえ、つまんなくない Z って。思うんだよね。うん、お茶枠ないんですよ。なかだしするな、してない。うん、つまんないだろ普通。つまんないだろ。ふわ帰れよな、マジで帰れよ。もうツイキャス来んだよな。うん、面識はしない。松本明です。そうね、見るとこねえよな。うん、まあたまにはいいんじゃない、こういうおじさんとか。どうなのツイキャスは、おじさん好きじゃないの？若い子よりおじさんの方がさ、しっくりくない？なんか安心しない、おじさんの方が。うん、落ち着くでしょおじさんの方が。うん、ジジイいらんの？こんにちは、雑談できるおじさん待つ。ありがとうございます。だからあのね、僕バファリンが引退したでしょ。バファリン昨日ふわっち来たんだよ。ふわっちコメントしてんだよ、知ってる？バファリン、バファリンのポジションを俺が今狙ってんのよ。勢い来たんだよ、俺の枠に来てくれて。見てた？あれ復活あるで、山野さん復活あるで。どうなのツイキャスの皆さん、ここだけの話、バファリン復活どう？大歓迎。いる？山野どうなん？猫おじさん、あら昨日はすごい人気だったの。こっちはいらないコメント。またそうやって見るくせにそうやって言って、絶対見るくせに。山野いらんなとか言って絶対見るからね、こういう人に限って。なんでそんな嫌われてんの？なんかしたの？山野くんが何したの？バファリン、目のあの保養じゃないの？うん、なんでそんな、なんかした？女ができて引退しただけでしょ、で別れたんでしょ今。うん、やめ方が悪かった。なんでいきなり引退枠したでしょ。いや、もう帰ってきません、引退します、自分の彼女を守りたいです。なんで？うん、ポンスケの問題も山野から続いてる。マジで？うん、引退したんだから戻ってくるな。だって山野くん、ここでしか無理じゃない。だからツイキャスって言ったら山野ってのがある。うん、元から集めて飲み会してる？みんなが出してた？やめた？女を金としか持ってない？みんな話題になってないの？バファリン戻ってきてほしいなとか、そういう話題とかないの？キャスネジさんは、あんたはふわしか無理だよ。うん、
バファリンのちょっとさ、あの元カノ問題よく分かってないんですよ、にわかなんですよ。バファリンの彼女って誰の女だったの？その名前も出てないの？バファリンの彼女の名前ってなんていう名前なの？よく分かってないんだよね。ブナマユなの？違うでしょ。なんていう名前なの？あ、ナーボーの元カノなの？よく分かってない。ナーボーの元カノなの？知りたいね。意味が分かんない。なんでそんな叩かれてる？知らない。マジ知らない。ブナマユが元カノなの？このみちゃん？このみちゃんって名前なの？どっちが先に付き合ったの？その彼女は、女は。逆。違う。分かってない、俺。山野の女なの。バファが先で、バファリンが最初付き合ってた女が、誰と付き合ったの？その女が。バファリンの元カノが、ナーボーと付き合ってんの？今？ナウで？ナウ？今も付き合って、あ、それも終わった、別れた。へえ、別れたんだ。へえ、その彼女はナーボーにちゃんと言ったのかな？あれ、私あ付き合ってもいいけど、ナーボーさんとバファリンの元カノだよってちゃんと言ったのかな？付き合う前に知ってて付き合ったの？それはいつの話してんだ、すいません、わかんねえ。それ言ってないの？知ってた？知ってて付き合った？あららららら。じゃあお下がり上等だっつって付き合ったの？その子は可愛いの？録画じゃないです。知ってて付き合った、可愛いの？その子は、このみちゃん可愛いの？当てつけなんだ。やきもち焼かしたくてバファリンと別れた後、ナーボーさんと付き合ってね、風俗嬢なんだ。マルコは可愛いですわ。セイジとその彼女どっちが可愛いの？セイジと彼女、そのバファリンとナーボーの元カノ、どっちが可愛いの？俺と。あ、やっぱセイジなんだ。へえ。そこは負けるの？彼女。俺のが可愛いの？マジで、うん、マジ天の弱じゃね。逆張りいくね。天の弱すぎん、マジで。うん、突来ないからって古い話題きしょい、すいません。ないだ、突来ないんだもん。なんで来ないのこれ、突マジ来ないんだけどねえ、なんで来ないのこれ。ふわばんじゃない、人気ないの、やばない、暑いから。あ、歌たつばちだったら来るの？みんな嫌なんかね、暑いか恥ずかしい。うん、顔がふざけてる。いや、ふざけてないです、話題がないんだよ。雑談がいい。恥ずかしがり屋。ふわでも来ないんですよね。何にも来ない。突待ちとかしても。うん。それね、結構多い、そのコメント。いつになったら楽しくなるんですか？絶対書いてくるね。うん。あのさ、言っていい？大手さんでもさ、ツイキャスの大手さんでも、ナボーさん言ってた。配信者ってね、何十時間も配信してても、本当にあの盛り上がる時って一瞬だって言ったよ。うん、ずっと淡々と喋ってて、このバーンって来るのは、もう一瞬だから切り抜きで、もうどんどん YouTube でまで上げてもらうしかないって。ずーっと面白いのは無理だって言ってたよ。うん。ずっと面白い話なんかできねえよって言ってたよ。そう、テレビは編集、全部面白いとこだけ上げてんの。うん、大丈夫、顔が面白いから。ディスってんの？
そう、プロじゃないから、まず素人だからね。うん、ナボ面白いよな。ナボなんであんな面白いんだな。ナボあのさ、配信センスに腹が立つよ、マジで。山本、あいつ面白すぎるだろ。あいつなんなんだ、あのトーク力。イライラするわ。なんだよ、5000人とかいんだよ。山本直樹聞いてるか、おい。なんであんなトーク力あんだよ、面白いんだよ。あれ、ほんと配信するために生まれてきたようなもんだよね、あの男は。あ、寝てんの今。じゃあ試合決定。俺ね、ナーボーと柔道やりたい。相撲でもいい。ナーボー、ナーボーと試合したい。勝てる自信がある。柔道でも相撲でも。相撲やりて。うん、千葉県に全然いいね、いける。黒帯でしょ、全然やりたい。うん、パレパレ投げたでしょ、全然。あの、俺は絶対投げられないね。ぶん投げてる代わりに俺が。ダッスーに閲覧負けてるだと、この俺様が。何人いるんだよ、そっち。ダッスーが何人いるって。え、2700だと。はぁ、出すごときに俺が負けてるだと。どうせフェイペガのあれだろ、フェイペガだろ、どうせなあ。フェイペガのうんこ食ってるだけだろなあ。違うの、外で企画ダブルスコア。フェイペガだろ、どうせ。何やってんの、出す。うん、焼きそば。うん、大手だな。売名しに行くか、売名行くか。出す、出すさんにちょっと売名させてもらおう。ダッスってそんな閲覧多かったっけ。俺500人ぐらいのイメージだけど、なんでそんなバズってんの、なんでそんなバズってんの。今からフライパンでなんかやろう。外配信もんじょり効果。あ、上がっていいですよ、全然全然全然。ペイペガのおかげだろ、どうせ。見るわけないからだろ、多分。うん、大体わかる。その人がね、家で雑談してみる。うん、雑談しか勝たんよね。うん、家雑してみ。500人ぐらいになるから。そうでしょ。うん、プロレスさんわかるよね。うん、ただ外にいるからキッズとかね、奈々ちゃんのリスナーさんが、あとフェイペガのアンチが見てるだけで。うん、自分のリスナーじゃないよ、それ。今いる1200人は、俺のことが大好きなリスナーさんだよね。大嫌いでもあるけど。そうでしょ？どこのリスナーさんでもなく、ただ僕のことが大好きで大嫌いなリスナーさんの集まり。うん、だからいいんだよ、僕は、これで。うん。見るものなかったね。ありがとう。もう来てくれてるだけでもうありがたい。しかもさ、こんなツイキャスのさ、匿名コメントって俺やったことあるんだけど、めんどくさくね？よく匿名つけてコメントするね。すぐパンパンパンって打てなくない？めんどくさくない？匿名。慣れた？あの、不和の匿名の方が楽だぜ。簡単だぜ。だるくね？慣れた？マジで？タヌキと一緒だけど。めんどくさくない？ワンタッチでいけんの？みんなやってる？面倒だね、マジで。もうアカウント出してコメントしていいからね、全然。ロックオンしないから悪口書いていいよ、全然。うん、アカウント出して。ふわっち見れない。え、ちょっと待って、ふわっちで俺にブロックされてる人いる？
ふわっちで、ちょっとせいちゃん見れないんだけど、結構遠隔とか、NG ぶち込んでるんだけど、いる？あ、結構いる。マジでそんなに入れてんの俺。マジかよ。半端ないじゃん。解除してほしい？解除してほしい？遠隔ブロックっていうのは、俺も配信してるでしょ？他の、のりちゃんとかナーボーとか TJ さんとか配信してるじゃん。それでコメントにさ、セージいらないとか、カバーは見ないとか、カバーしねとか、コメントあるじゃん。それを、コメント捕まえるじゃん。捕まえてブロックすると、俺の枠来れなくなるの。遠隔ブロック。そういうのできるんだよ、ふわっち。うん。で、ここでわちゃわちゃ湧いてんだよ。うん。そうそう。それないでしょ、ツイキャスは。解除してほしい人どれぐらいいるの？解除してほしい人。ふわっちで。解除して、監視してるよ、当たり前じゃん。解除してほしい人。マジか。結構いるね。うん。税金払ってるから。大丈夫？別に大丈夫。それがちょっとなんかムカつくわ。それはそれ別に大丈夫わ。うん、しないでほしい。証拠見せて出たよ。あのさ、ツイキャスの大手さんとか納税しましたって証明書とか出してんの？みんな出してる？出してる？奈々ちゃん見せた？野田は全く出してない。見せてる人もいる。野田出したやろかい。のりちゃん見せてない。うん。で、払ったよ。あ、税金引かれるから脱税できないんだ、ツイキャス。あ、源泉徴収なんだ。うん。ディスってない、ブロックされたら大嫌い、ごめんなさい。結構多いんだよ、そういうやつ。多いね。絶対に悪口書いたのに。ディスってないのにブロックされました。解除お願いします。モイに引かれてる。脱税は犯罪です。負は源泉徴収ないね。多分導入すると思うけどね、そのうち。うん。いや、のりちゃんは払ってるでしょ。脱税できないでしょ、だって。うん。キャス珍しいでしょ。さて、誰にバイメン行くか。どうやってバイメン行くの、これ。無理じゃね？あのさ、ふわっちって配信中に他のさ、配信者に突いけんだけど、いけないでしょ。もしもし、もしもし、Nさん、なんなの？こういうやつ、いっぱいいんの？なんなのこれ？押し間違い？そう、それな、喋んないとね、上がるな。レベル上げ。あ、利用された？え、そんなんでレベル上がるか？そんなんでちょっとで上がったぐらいで。押し間違いもある。バカがいるな、やっぱ暑いからしょうがねえな。レベル上げてどうすんの？それ。レベル上げてどうなの？今ので上がるの？賞味。ちょっとで？何十秒とかで？収益つくようになる。へぇー。あ、そういうメリットがあるんだ。
収益化盾もらえる？盾はもらえねえだ今ので。うん、人数いるとね。間違えちゃった。レベル50で150と100でもらえるよ。何をもらえるの？盾もらえるの？レベル50で。ヤミ始まった。ヤミさん行こう。どうやって行くの？どうやって行くの？ヤミさんにどうやって行くの？俺配信してるやん。配信してる配信者のところになんかどうやって行けるの？なんかコラボとか上がれんの？もらえるよ。レベル50で上から盾届くよ。マジで？あ、LINE 通話。なんで、ヤミさ、上がってどうすんだよ。何喋ればいいんだよ。うん。ナナちゃんやってる？うん。勝手に言っていいよ。いいよ、いいよ。もうヤミさんだろよ、お前。呼び捨てはあかんねえ、お前。悩み相談。嘘ハトいたの？ナナちゃん やったとか。あー、ヤミさんの彼女見た。可愛らしかったね。うん。ヤミさんもしかしたらあれは収益のやつじゃない？収益のやつ。うん。いや、ヤミさん収益アカウントでしょ？お茶爆のやつでしょ？なんか2個あるやん。なんか、収益重視のやつ。うん。始めたばっか。うん。出す3000すごいな。メインアカじゃねえよ、ばっか、それ。うん。本アカじゃねえだろ、お前。ヤミーさんだぞ、お前。バカにしてんのか、お前。収益アカだわ、それ。いつもそんなもんだわ、お前。メインじゃねえわ。見てみろよ。ほんまや。事件。これ、無通知やろ。無通知やろ、これ。通知出してねえわ。まだ5分じゃねえか。無通知だわ。無通知なんだわ。うん。ワコンじゃねえよ、お前。そんな、300人。十分やんか。つべらやってんだってよ。つべらにいっぱい人いるんだわ。そっちに3000人ぐらいいるわ。つべらから2万。同時配信だわ。そら座れるわ、そんな。YouTube の方行くだろ、そんな。皆さん、あの無料アイテムお願いします。今来た方3点セットお願いします。3点セット天ちゃんありがとう。うん、ありやす、お茶ばかりやす、ありやす、ありがとう。お茶ばくナイス。お茶ばくはあれなんだね、アカウント出さないと投げれないのか。なるほど。出す3000すごいな。ありやす、ありやす。ツイキャス毎日やろうと思ってます、ね、やろうかな。うん、ありやす。なんでツイキャス？いや、いろいろいろんな配信サイトをやっていかないといけない。我々はやっぱりふわっちだけだと。お茶爆10ね、ありやす。お茶爆10ください。お茶爆10コンテには足りてんのかな、これ。足りてる？炎上できる、これ。コンテニューコインください。お茶しか飛んでない。コンテニューコインください。頑張ってやるやつ。くるみちゃん。これ、くるちゃんじゃないよね。コンテニューコイン大丈夫？足りてる？あー、ありやす、コンテニューコイン。あるの？めっちゃ。何時間延長できるの、これ。足りてます？200枚あったら足りんの？心配性だからさ。足りてる？いらないの、こんな。
消えちゃうからもったいない。あ、じゃあストップストップ。コインストップ。お茶ください。お茶爆10。足りてるって。時間経つと消えちゃう。あ、もったいないもったいない。3日で消えちゃう。オッケーオッケー。345もありです。ありがとうね、マジで。こんな、カバ野郎に。ありがとうね。もうお茶でいいわ、お茶で。MP 上がるから何でももらっとこう。ありがとう。ほんま優しいな。優しいね。コインはもういらないんだって。優しい。無料大事だね。無料、ありがとうございます。お茶ください。お茶中ください。すいません。大事だね。頑張れよ、カバー。頑張ります。うん。そう、すすめ規制解除になったのよ。そう、お茶箱、有料は投げられない。やっぱり、最初からさ、ツイキャス来ました。お茶箱お願いします。有料のお茶箱お願いします。なんて言えないじゃん、やっぱり。そこは。舐めてんの、こいつってなるじゃん。最初は、ね、階段を一段ずつに持っていかないとダメじゃん。無料からね、もらって、そっから初めて、あ、こいつ、配信魂あるな、面白いじゃん。そっから、有料アイテム、でしょ？最初から有料アイテムもらうとは思ってないですね。おすすめ規制されてました。収益規制ついてないですよ。ちゃんと申請できました。で、まだ、申請の許可がまだ降りてないというか。そうそうそう。だからこれから、まあ収益がオンになったら、その時はもう気分でね、今日はちょっとお茶箱日和だなって日があったら、ちょっとオンにして、スイッチオンにして、もらえたらいいなと思ってます。もう謙虚にね。のりちゃんみたいにね、お茶箱デーっていうのを作ってね、やっていきたいな。ね、連投してるね、ふわとは違うんで、なんか面白い話をしてって2回も書いてね、あなた同一人物だね。これだけコメントあっても僕わかるよ。真剣衰弱してるから。なんで2回も書くの？同じコメント。バカなのお前。帰れ。2回も書いてね、連投だね。頭の病気なのお前。闇クリニック行ってこい。見てるからね、俺。全部見てるで。これぐらいのコメントのさ、流れだったら全部見てるで。これこれさんぐらいだったら見れないけど、読めないけど。これぐらいだったら全然全部見れるで。連投してるで、お前。気をつけろよ、お前。舐めんなよ、お前。毎回これ、こう、真剣衰弱してるから、同じコメントないかな。ふわっちはね、流れるときと流れないときは、深夜1時、2時になると、米ピタする。寝ちゃうんだろうね。ふわっちやめてない、やめてない。米ピタ結構あるで、でも大手さんの配信見てるけど。あるよ、米ピタ。怖いね。おーい、配信できてるか、これ。大丈夫かみたいな。あるよね。電波あるこれみたいな。あ、定時配信して。何時ぐらいが見れます皆さん。定時は。何時ぐらいがいい？ふわちばになってない。オツ出す、オツ出す。出す終わったの。11時。あれ？ 11 時って TJ 戦ってなかったっけ？かぶっちゃうね、それ。オツ出す？オツ出す？モンジョリ終わった11時。あー、TJ さん休んでんの？え、TJ さん休んでんの？サボってる？モンジョリなんとかいい。え、TJ さんなんで休んでんの？珍しいじゃん。出す終わった。あー、YouTube 忙しいのかな？
ギガチャンネル。ああ、この時間帯チャンスですね、皆さん。今、TJ さんが休んでるから。あ、だからだ、俺ツイキャスおすすめ見たら、見るわけないなと思ったんですよ。あ、TJ さんが休んでるから。うん。ヤミーもないしね。オツ出す。だから今、出すがね、今、言ってるんだわ。バズってんだわ。疲れてる、TJ。おすすめ死亡だよな、マジで、ツイキャス。終わってるよな。出す安定してる。闇はあるよ。え、小町って面白いの？あんま見ないけど。小町くん。小町くん面白いの？クソすまな。ああ、やっぱ語彙力ないからね。やっぱ若いからしょうがないんじゃない？トーク力も。トーク力ないでしょ、だって小町くん。ああ、わかるわかる。人気はあるけどね。あれ誰が見てんの、小町くんとか。スターなんだ。へえ。うん。おばさまのアイドル、ああね。ババアが見てんだ。うん。柴田理恵ね、増殖中ね。癒し枠、おばちゃんたちの。うん。お前も天狗だったな。すいません。謙虚に来ます。あの、僕ちょっとでも天狗になったら教えてください。うん、もう初心に帰るんでごめんなさい。キャス盛り上げて、コイン341枚です。あ、減ってる。これ足りるかな、コイン足りる。コインさっきより減ってる。足りる、これ大丈夫？心配したからさ。なんかなくなっちゃう。あ、コインありやす。ありやす。心配したからさ。心配したなんで。足りまくる。大丈夫。何時間やるか。足りる。うん。心配症だよ。動物園に帰る。初見さんいらっしゃい。初見さんいる？ちょっと今、初見さん。初めてお前見たよ。誰だお前って。誰が切ったね、おじさん。知らねんけど、お前のこと。いる？ああ、めっちゃいるやん。ありがとうございます。あのね、僕ね、セイジ、クレイジーパピオンと申します。あの、普段ね、外部の、ふわ土というところで、やってます。あの、もしよかったらそっちも見に来てください。外部でやってるんで。ええ。ふわ土。ええ、よろしくお願いします。もしよかったら。ええ。マルコさんの知り合いです。マルコさんの友達。ふわ土。コインやりやす、430枚も。ありがとうございます。400枚。大事に使えます。ありがとうございます。こんないっぱい、みんな、ね、働いたお金、大事なお金でこんな、コイン、ありがとうございます。ああ、コインバッグありがとうございます。ああ、うまいごコインが。ああ、ありがとうございます、コイン。大事に使えます。ありがとうございます。あ、無料なのこれ。無料なの。無料か。ありがとう。無料でも嬉しいわ、これ。ありがとうね。だって他にさ、投げれるわけじゃない。俺じゃなくてもいいわけじゃない。無料アイテムって。いろんな配信者がいるわけじゃない。僕に投げてくれるってことはもう、サポーターになってくれるってことでしょ。500枚目指すか、じゃあ500枚。おぉ、負けずや。あ、500枚お願いします。コイン500枚お願いします。500枚目指す。ちょっと。あー、コインばっかりやす。匿名さんありやす。500、あ、来たよな、500枚。ありやす。
嬉しい、これ500枚来た。嬉しい。無限にできんじゃん、これ。無限に。優しいな、ツイキャスのリスナーさん。そんな優しいの？マジで？あと何もらえばいいの？何もらえばいい？お茶枠？お茶もいらないの？ん？花火？クラッカー？クラッカーって何？あるの？クラッカーちょうだい、じゃあ。クラッカー。お茶もらえ。お茶箱もらえ。クラッカーありやすい。すっげえ。ありやすい。ありがとうございます。来た来た来た。これはさ、MP 上がると何になるの？ MP 何万？ 33,638？ MP 高くなるとどうなるの？うわ、花火ありやすい、うすさん。おすすめの上に乗りやすい。じゃあもらおうよ、いっぱい。いっぱいもらおう。上位に行くんだ。上がろう。おすすめ上がろう。上行くぞ。上行くぞ、上。上げてこ。上げてこ。レベルアップ、レベルアップもできる。無料お茶箱 お金になる。なんないでしょ。うーわー、めっちゃくれるやん。お茶箱が一番いいんだ。お茶箱もらおう。収益なし。お茶箱投げたい。なる？お小遣いになるの？マジで？無料も？うん。団子？団子ならお金になる。本当に？お小遣いになる？マジで？ポムポムプリン。連投してんな、お前。連投してんな。読むわ、じゃあ読むわ。読むからも書かないで。速報、カバオくん脱税で内定に入られる模様。内定の漢字が違います。もう書かないで。わかったから。連投してる。もう書かないで。読んだから。もう内定の字が違うから、お前。もう書かないで。わかったから。ね、読んだから。ごめんね。読んだから。漢字間違えてるから。内定ってお前、あのさ、面接行って会社の内定が決まったの、内定だからそれ。うん。頼むで、マジで。もうまた書いてるわ。もう病気だろ、お前。就活か、これ。病気だ。もうなんで連投すんの、これ。もう連投やめて。もう分かったから。読んだから。内定な、カバオくん、速報。カバオくん、くんはつけてくれるんだ。カバオじゃないんだ。カバオくん、雑税で内定に入れるもんよ。もう分かったから。もうじゃあ、書いとくか。固定メッセージ書いとくか。もうそしたら書かない。もう分かったから。固定メッセージ書くから。うん、カバオくん、速報、カバオくん、雑税で内定に入れるもんよ。書くから、もう書かないで。もう分かったから。固定メッセージ書くから、ちょっと待っとけ。もうやかましいわ、こいつ、マジで。何回読んでもダメ。これでいいか？これでいい？もう書かないで。分かったから。うん。もうこれでも書くともう病気だわ、マジで。病気。収益ついてない、ごめんね。もういいでしょう。病気、トレアップも？テロップも？もうやばいな、マジで。書けないかも。あれ、長いかも。あ、投げない。
長えわ。前さ、昔のさ、ツイキャスってさ、絵文字入れたらさ、なんか長くできなかったっけ、テロップって。テロップ規制なんの？大丈夫これ？大丈夫？規制なる？何がなる？何の字がなるの？規制きた？何が？消して消して。何？脱税がダメ、脱税。おい、何、やめて。コメントはいいの？落ち着いて落ち着いて。テロップダメなんだ。おすすめ規制やめてよ。もう解除されたばっかり、昨日解除されたばっかり。大丈夫、おすすめ規制やめてよ。また規制なの俺今。おすすめ規制。俺いた？いるの？おー、もう怖いわ。もう1年かかったんだよ俺、おすすめ規制やめてよ。いる？大丈夫？ MP あげよう。ちょ、お茶ちょうだい。お茶バックちょうだい。お茶バック頼む。いや、危ねえや。あ、でもこのおかげでさ、レントいなくなった。ありがとうございます。お薬さんいなくなったわ。危ねえ。ありがとうございます。小町の下にいる。ちょっと、頑張って。お茶でさ、ちょっとおすすめ上げて。おすすめ。ガンガン行こうぜ、MP。頼む。助けて。リスナーがスパム。リスナーさんが通報入れてくれて、そいつが米場になったってこと？そんなんできるの？じゃあ、しつこいやついたら、そうやって言ったら、スパムしてくれて、バンできるってこと？マジかよ。すげえ。小町に今まで面負けてるけど、いつかは絶対に勝つ！小町だ？小前だ？俺だ！なめんなよ、マジで。時代は狛江なんです。狛江。ナボには勝てないです。ナボは別だよ。あいつは化け物みたいなやつだし。あいつは化け物だよ。5000人ってなんだよ。絶対いけねえよ。のりちゃん、言っとくわ。のりちゃんと、野田ゾーリと、ナーボーさんは抜けません。隙間産業でやってないときに。そこはね、これこれさんはもう雲の上の人だし、比べるのもあれだし、奈々ちゃんにも勝てない、TJさんにも勝てない。無理。TJさん抜けない。やっぱ安定感があるよね。やっぱりツイキャス長いもんね。TJさんがさ、のりちゃんに喧嘩売ってる配信見てた、あん時から見てた。こんな一升瓶飲んでさ、石川さん、あんた大手なんでしょ？大手だったらさ、どしっと構えててくださいよ。何ピキってんすか。だからその時代から見てるからね、俺は。懐かしいでしょ。その時から見てるから、この人すごいな。のりちゃんにこんなね、喧嘩みたいなこと言えるんだの、すげえなの。あれ見てた人いる？あれすごい面白かったよね。酒飲んでね、喧嘩売ってたよ、のりちゃんに。見てた？
あの時はすごい沸かしてたよね。のりちゃんにあんなん言える人 TJ さんぐらい。だからやっぱ今の TJ さんがあるんじゃないかな、やっぱり。やっぱりね、沸かすよね。うん。ナーボーさんもね、過疎時代ね、絶対俺が大手にやってやるって言ってたからね。その時は見てるからね、俺は。うん。絶対俺が大手になってるから見てるよって言ってたよ。僕は言わないです、そういうの。謙虚なんで。謙虚に行きたいです。うん。あ、ふわっちって登録してきた。マジっす？ありがとうございます。そこまでしてくれるの？ありがとうございます。うん。いや、僕の時代来ない。皆さん、ちょっとあの、レジェンド忘れてない？レジェンドの話、誰もしてないんだけど。金梅さんの話、全然してないんだ。なんで？金梅さん。金梅さんの雑談、俺、マジ好きなんだけど。金梅さん、生きてるよ。ユイガなんかつまんなくね、あいつ。ユイガとか。まだ見てるやついんの？ユイガなんかいらなくね。何がおもろいの？金梅ちゃん見れない？なんで見れないの？おすすめ規制入ってる。金梅さんとコラボして。そう、おすすめ規制。永久ね。永久。一人で頑張ってるね。キムバエさんね、面白い。ネットの王子な、ネットの王子も面白いな。安定感があるな、やっぱ昔からやってる人はな、雑談に。うん、いつ見ても面白いね。うん。あ、ポンスケさんね、トーク力あるね。ポンスケはすごいトーク力あるけど、ちょっと聞いてられない。なんかわかるかな、なんでだろうな。ポンスケさんトーク力あるんだけど、なんか聞いてられないんだよな。わかる？なんでなんだあれ。疲れる。うん、疲れるな。聞いててな。わかるわかる。うるさい、うるさい。うるさいんだよ、あれ。あれ雑談なのか。うるさいんだよね、あれ。声かな？声がダメなんかな？声質が悪いな。うん、なんか声を変えれば人来ると思うんだよな。うん。そうそう、喧嘩越しね。わかるわかる。うん。髪質も、髪質は関係ないだろ。髪質は。うん。海老蔵さん人気あるよな。すごいよな。なんだな、人気だね。海老蔵さん。うん。あ、テンション上がると圧かかってくる。わかるわかる、それ。海老蔵さんすごいな。うん。便所さんって誰？便所さん知ってる？知らないな。誰だろう？リスナーさん？便所太郎知らないな。誰だ？知らない。便所太郎。知らないな。トイレの話してる。もうリスナーさんじゃん、もうだってレベル。え、閲覧30とかさ、もうリスナーさんじゃん、普通に。知らない、そんな人いた？リスナーさんレベル、今さ、今見てるリスナーさんいるじゃん。今見てるリスナーさんが、配信したことないリスナーさんが今ポチって配信ボタン押すじゃん。普通に超えられる数字じゃん。ってことはリスナーレベルってことなんだよ。でしょ、絶対超えられるもん、30人なんか。うん、ちょっと可愛い女の子が顔出ししたら30人なんか余裕で超えるじゃん。もうだからリスナーレベルなんだよ。うん。いや、香川さんはトーク力あるね。あの子は面白いわ。まあ、大阪人、生粋の。面白い。雑談はね、香川のとこある。あの子面白いよ。うまいわな。あ、京都か、もともと。あの子面白いよ。うん。カーニャね。あれ、ティロフィラーレ香川じゃなかった？なんでカーニャなの？名前が。変わったの？名前が。ティロフィナーレだったよね、名前。カーニャになったんだ。うん。
いや、今日フェイさん、今日フワッチ来てたよ。沸かしてたよ、1000人ぐらい。タイトルがね、嘘がめくれたってタイトルだった。何の話か分かんないけど、1000人ぐらい沸かしてたよ、あのオワコンサイトフワッチで。1000人沸かしてたよ、すごい。うん、何の話だ。あ、お食い初めなの。上がっていいですよさあ、上がっていいですかってコメント10分おきに来るんだけど、一回も来てないんだよ。わざと書いてんのか、上がっていいですかって。一回も来ねえよ、お前。来いよ。うん。いや、フェイの話で盛り上がるんだろうけど、それでさ、閲覧取ってる配信者はオワコンだと思ってる、俺は。誰でもやれることじゃん、その、数字取れることじゃない。つまんなくね、フェイとか。うん。フェイ一色になるよ、そんなんしたら。余計盛り上げちゃうんだよね。うん。上がりたいです、いいですよ。うん。誰でも306行ったら閲覧取れるじゃないですか。うん。だから、ちょっと僕はそういうのはしたくないです。飽きたでしょ。うん。やってからいいよ、何を。306行って。いやいやいや、思んなくないもん。いや、マルコさんに言ってないんですよ。面白くなくない？だって展開あるの、なんか。面白い。でもさ、あの、なんだっけ、あそこの306のさ、アパート名なんだっけ、なんつうんだっけ、あそこ、ビバリーヒルズ、ビバリスっているんでしょ、ビバリス。ビバリスはさ、5、6000人いるってことだよね。5000人はいるでしょ、ビバリス。誰が見てんだ、あれ。ビバリス、ビバリス今この中潜ってる。ビバリスの人いる？306とか配信者さんいたら見に行くって人。フェイのアンチそんないる？ビバリスいる？ビバリス、うーわ、ビバリスめっちゃおる。なんで、なんで、ビバリスめっちゃいるやん。8000人いるの、ビバリス。お茶箱つけてない。ペヤングリスナーもいんの。うーわー、何が面白いの、あれ。ずっと見てられるの、ビバリスさんは。何が起きるか分かんないから。めっちゃおるやん。見ない。見てもね、あの、外部から来た人間から言わせてもらうと、あ、見るよ。8000人とか5000人とかいたら、あの、見ても意味がわかんないんだよ。なんでこんないんのかなって。それで見てるだけなんだよ、結局。内容が全然わかんない。ただ人数が多いから何が起こるんだろう。ただ見てるだけ、ボケっと。わかる？みんなそうなの。何が、なんでこんな3000人とか4000人とかいいんだろうって。意味がわかんなく、ボケっと見てるだけなんですよ。うん。誰もさ、初見に、あの、厳しくない。初見さんが入っても誰も説明してくんないし、何が起きんのみたいな。意味がわかんねえね。時系列から説明してくれるさ、配信者さんいねえじゃん。ただ306来てさ、なんか大きな声出して、あ、ミズニャンの、その、部屋から隣の声が聞こえるみたいな。それが面白いの。あ、そ、あの粗大ゴミどこ行くんだろうとか。あ、それが楽しいの。ナーボーがホワイトボードを解説してくる。あ、そういう人がいないと分かんないわ。初見に、ちょっとね、厳しいよね。306。うん。いや、飽きたって言ってるけど、結構見てる。前髪がおかしいよね。ちょっと直していいっす。前髪触りすぎると言われるんだけど。これはおかしいよね、ちょっと。ちょっと触っていいっす。なんか落ち着かねえっすよね、前髪が。ちょっと。触っていいっす、ちょっと。ハゲてない。落ち着かないっす。いいっす、ちょっといじっても。もう前髪触りすぎだよと言われる。もう帽子かぶろうかな、俺。落ち着かないんですよね。うん、気持ち悪い。坊主にしろ。坊主にするか。坊主に。伸ばしてるよ。あのね、最終的には ここの
ほっぺたを細く見せたいからここまで伸ばしたい。ここまで顔を小さく見えるじゃん。伸ばしてる。顔がでかいからさ、髪で隠したいのよ。女の子でもいるでしょ、太ってる女の子でも。顔がでかくてパンパンな女の子がここの髪の毛伸ばして顔ちっちゃく見せてる子いるでしょ。いるでしょ、いるでしょ。君坊みたいな、そう君坊にしたい、デブを隠したい。そうそうそう、前髪確かにうぜえな、うざくなってきたな、目に入る、うぜえな。君坊ってさ結構才能あるよね。ピアノめちゃくちゃうまいんだよ、ああ見えて。知ってる、君坊多才なんだね、あの子ピアノすげえで、ナルシストだけど、うん、トークはな、まあちょっと気持ち悪いな、トークが。ちょっと女性リスナーさんのガチ恋向けのトークなんだよな。ちょっとねっとりしてんだよな、トークはな。うん。トークがな。このカバー誰は、まあまあ知ってるね、俺のこと。うん。やっぱトークだよな、ツイキャスは。トーク力だよな。そうなんだよ。うん。君坊のポストを狙ってる俺はね。君坊のところ隙間産業で君坊にちょっと喧嘩売りに行っていいっす。君坊って大体何人ぐらい見てんの、ナボーの友達な。君坊カバ坊じゃない、君坊のところ狙ってるね。何人ぐらい、そこ食いたいね、そこ吸い込みたいね。200か300、本当に吸い込みたい。そこ306いかないよ、うん、カバ坊にするか、名前カバ坊、髪の毛伸ばして。うん、あれ白川くんって、白川隆法、うん、白川くんってあの有名な泣き出しの西成の修羅くん。俺さ、ふわっちで西成行ったのよ。修羅くんの車あったで、白のプリウスでしょ。俺見つけたで、この前ふわっち行ったんだよ。うん、ああ、もうちょっと車端止めないと、斜めに番長止めしてるからさ、車10円パンチ入ってたで、何本も。あれもうちょっと置き方考えないと、路中してたでしょ、コインパーキング止めないと、ちゃんと止め方もうちょっと横に寄せるとかさ、西成だからいいの、あれ路中してたで、10円傷入ってたで。うん、であと リアのウィング割れてたで、プリウスのリアウィングバキって割れてたで。俺は何もしてないけど、いや俺は何もしてない。俺はちゃんと俺配信でやってたから何もしてない。お前誰だよ、俺じゃねえよ。あれずっと西成にいるの、修羅くんって。うん、九州の人だよね。ボランティアしてるのに路中はダメだよ。いいことしてんのに、せっかくいいことしてんのに路中はダメだよ。うん、ミラ蹴ってないです。うん、やってないよ。うん、あれ直したんすよ、前3台だね、前から後ろまで切られた。え、やば、誰にやられたの、そんな3台でやばくない。え、無法地帯やんか、やば、北斗の拳じゃんそれ、3台でやられたの、修羅の国じゃんそれ、やばいね。路中してて、お前やったな、やってないよ俺。
やばいね。あ、さ、炊き出し。あ、駐車場で。あ、シュラ君ちょっと、頼んでもいいかな。西成の炊き出し配信俺も行きたいんだけどダメかな。メンバー決まっちゃってんの。ダメ？ナボーさんとか絡みたいんだけど。ダメかな。無理？もう決まっちゃってんのあれ。花火ナイス。あんちゃんありがとう。今月香川いるよ。見たい、聞きたい、歌いたい。えいやん行こう。お前ふざけるだろ。ふざけないっすよ。ダメなんかな。そう、満州とコラボした。売名目的で炊き出すんだよ。全然いいっすよ。来月転職来ますよ。マジっす。シラくん、マジで来月、来月炊き出し真面目にやる。売名目的あかん。じゃあ何目的っていう名目で行く。売名目的ダメだって。どうしよう。何目的、何目、何目だったらいいんだ。コイン目的、ボランティア。ちゃんとボランティア人としていけ。ボランティア。売名やろ。ツイキャス来るな。ナイスだろ。いや、ナイスじゃん。あー、来月だったらナイスやめます。じゃあ、そうやって言われるんだったら、うん、ナイスはつけないでいく。好感度狙いとか言われるとあれだから。今だってさ、同時配信もしてないじゃん。これさ、ナイス目的でやってたら同時配信するやん。やってないって俺。うん、配信外で行くか。ん？みんなってどうしてんの？誰の枠でやってんの？いつも。みんな命名でやってんの？あ、またおいでください。どんな感じでやってんの？あれは。誰の枠でやってんの？シュラ君の枠でやってんの？あ、基本シュラ君なんだ。なるほどね。じゃあそこに、僕が行って、面白いことやればいいんだっけ？味見してで配ればいいでしょ。うん、準備もしてね。前日準備、お手伝い、前日に仕込み、真面目に、ふざけないで真面目に面白いことする。ただ配ってたら面白くないでしょ。うん、面白さは求められないんだ。あ、そう、遊びじゃない、仕事だぞ。マスクもするの？マジかよ。面白さいらない。うん。え、お金いるのかな？なんか、材料費とかは。材料費とかどうしてんの？参加費5万？材料費はどうするの？みんな真面目にしてる。お前は5万以上。いらないの？誰が出してんの？じゃあ。誰が材料費は出してんの？寄付。シュラ君がふわちで稼いでる。誰から寄付？みんな寄付してんの？あ、シュラ君のふわちの収益だけで炊き出しの材料買ってるんだ。足りてんのそれ。ナボ出してる。すごいな。じゃあ俺も気持ちで出させてもらうわ。ちょっとこれは、うん、ちょっと得を積みたいしね。そこは出させてください。うん、沼ではみんな寄付してた。得積みたい。ちょっとそこは勝手に値段決めないで。ツイキャスやってるよ。30万だから嘘だろ。好感度上がります。
みっちゃん褒めてくれる。フェイは出してない。あ、フェイさんも言ったんだ。あ、フェイさん言ってたね、炊き出しね。で、めちゃくちゃなんか嫌われてたね、なんか炎上してたね。言ってないっけ、フェイ。あれ、沼連でさ、神戸とか来てなかったっけ。俺見てたんだよな、沼連で神戸行ってたよね。で、なんか俺はなんか嫌われ者だっつってなんかやってたよね。で、お前誰が誘ったんだっつって、マティアスだっつってなんか言ってなかった、炎上してなかった。言ってないから叩かれたんだ、あれ。一人だけ言ってないで悪口言ってたんだ。あー、なるほどね。沼連とかお前発言するのすいません。オツ出す、あのさ、さっきもオツ出す来てまたなんか出す始まったとか言って、あの、何やってんの、ダッスーさんは。切ったりつけたりしてんのこれ。なんだ、オツ出す、オツ出す、さっきもオツ出す来て。な、何をしてんのこれ、ダッスーさんは。何をしてんの、オツ出す。乾燥したの。じゃ、また始まるんじゃない、車壊れた。オツ出す、オツ出す、オツ、オツ出すさん、ちょっとあの、無料のお茶枠ください。オツ出すさん。お茶分けてくれ、一個でもいいから。お茶が飲みたいんだ。お茶ください。お茶。あー、喉乾いてた、ありやす。お茶枠ありやす。ありがとうございます。おつぷり。おい、ありがとうです。おつぷりもあんのこれ、おつぷりも。お茶100な、お茶100、お茶100は投げれないでしょ。お茶10ね。お茶10ありがとうございます。お茶10。おつハゲ、どっから来てんだ。うん。越川まなみ、ありがとうございます。おつなぼ、おつなぼも来てんの。あ、お茶1個でもいいね。1個でもいい。おつくら、おつのだ、おつこま、おつろば。俺はなんだ、じゃあ俺が配信終わったらどうなるの、おつかば、おつかば、おつじぇ、おつかば、おつじょり、おつかば、ありやす花火、おつかば、おつぶた、おつかば、おつなぼ、おつきみ、おつおつ、おつこれね、おつこれ、うん。お前がいらないって言ってる人いるけど、お前がアラブの席はいるよ。お前がは、お前がはいるでしょ。何をお前がいらないですよ。お前がはいるよ。お前がで何千万って稼いだんだよ俺。お前がで、うん、褒めてた。なんぼがいらんの、そういうコールは。いると思うけどな、うん。1億稼いだかな、脱税してたんだよ、脱税。うん、お茶バックコール考えろ、どうしようか。お茶バックコールちょっと考えよう。なんかいいやつない、他のキャスメスさんが使ってるやつ。みんななんつってんの、ドンチキ、あ、ドンピージャッシュ、ドンピージャッシュ。あとはあれがなきゃ投げない。キャスはあまりコールないよね。あ、フェ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 ハーンとフェフェイダブルラブフェフェイフェフェイフェフェイフレーフレージャスティス。ジャスティス、サンキュー、ありがとう。フラットバードナムル、フェイフェイ、フェイフェイ、フェイフェイ、どういうイントネーション、フェイフェイ、フェイフェイ、この発音がわかんないですよね。フェイフェイ、フェイフェイ、フェイフェイ、フェイフェイみたいな感じ、フェイフェイ、フェイフェイ、いいんですか。フェイフェイペイペイみたいな感じ、ペイ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 、いいんですか、なんだいいんですかって誰が言ってんの、
いいんですか？フェイフェイでいいの？フェイフェイ。キュンです。ダブルラブ。あ、カーニャさんが言ってるの。いいんですか？いいんですか？チャリンチャリン。おちょぼくチャリンチャリン。ありがとう。おちょぼくチャリンチャリン。いいものを全部吸収していこう。うん。太客。チャリンチャリン。チャリンチャリン。儲かる儲かる。チャリンチャリン。フェイフェイ。よし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 。よしよしよし。小町とコラボなんかできないでしょ、あんな大手さん。無理よ、俺なんか。無理よ。まず認知されてないから、小町さんに。無理無理無理。うん、無理よ。もっともっと頑張ってからじゃないと。狛江でいい。いや、狛江さんも大手さん。無理やって。大手さんや。スターでしょ、小町さんって。無理よ。うん。でしょ、スターなんでしょ。無理無理無理。石川さんなんか無理に決まってる。無理よ。一緒にカブトムシ取りに行けるか？無理だろ。うん。ほとんどね、下積みがないと無理だよ。いきなりはそんな。うん。ふはできるけど、あえて、ちょっとツイキャスでね、ちょっとふわってやってるんですよ。今。石川さん無理っすよ。スズメバチ。ナーボーさんは無理でしょって。怖い、逆に。あんな5000人とか6000人とかいる枠でさ。どうもー、ステージクレイジーパピオンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、ナーボーさんとコラボということで、カブトムシ一緒に取りに来ました。よろしくお願いします。帰れ、カバ帰れ、フワ帰れ、フワの死帰れ。叩かれるよ。無理だって。うん、ね、いい加減ちょっとカバ帰れって言われるよ。お前誰って言われるね、まずね。お前誰、あの一番配信者でコラボして大手さんのコラボして聞いちゃうのが、お前誰誰かえで聞いちゃう。うわ、読めるコメントないわこれ。歓迎されてないやみたいな。お前誰が一番きつい。認知すらされてねえみたいな。売名しに行く。お前誰が一番きくねえ。あとつまんねえ、つまらん。これが一番聞いちゃうね。つまらん。深夜っちょとね、俺コラボしたことあるんだけど、ふわっちでね、あの深夜っちょさんの NG ワードに入ってました。つまらん。つまらんって入ってました。NG ワードがっつり。深夜っちょさんの弱点は、つまらんです。昔ね、ふわっちで。NG ワードになるとね、字がね、薄くなるんですよ。つまらん。入ってました、がっつり。つまらんが効いちゃう。やっぱり自分では面白いことをしてるっていう自覚があるから、うん、やっぱつまらんが一番効くんだよね。エンターテイナーでしょ、やっぱり。うん。つまらん。何なの、その5825って。何の数字、それ。何の数字？5825なんだ。何それ。5825って何、誰の誕生日。58年。ああ、2月5日。あ、それ何、八つのあれなんだ、隠語なんだ。58年2月5日。41歳。へえ、なるほど。あ、それでもう分かるんだ。キャスのリスナーさんは。5825イコール大原。へぇー。初めて知った。それ言うと、絶縁だぞ。あ、金梅さんが名付けを選んだ。5825。5368。なんだなんだ。5368。これ何？
五三の価値って何？あ、狛江。狛江のゴミロバ、あ、ゴミロバ。五三のかゴミロバ。あー、そういうことね。新やっちょね。ゴミロバ。ナーボーさんのあのスカイプの ID ね、あの皆殺しだったよ。あと、あ、なんだっけ、スカイプ ID、ここに咲く花だったよ。ナーボーさんのスカイプの ID、 ここに咲く花、あと皆殺し。兄さんわかる。うん、あのここに咲く花はうまいことつけたなって思ったな、あの時は。ここに咲く花、スカイプ ID、 ナーボーさん頭いいなと。12秒だよね、ここに咲く花って。これよくわかるね、文章になってんだね、数字が。よく考えたよね、12秒だね。腕組みながら話すな、聞きました、すいません、ちょっと聞きました。バレないように腕組みをほどいたんですけど、バレました。あったんですよ、コメントが。ずっとこうやってやってたんですよ、気がついたら。すいません、聞きました。やっぱダメですよね、やっぱ雑談するのに。こんなラーメン屋の店長みたいな、とかダメですよね。すいません、ごめんなさい。ダメだ、偉そうだもんね。偉そうなやつはダメだ。うん、やだよね、こんな腕組み組まれてこんな話されたら。なんか偉そうだよね、やだよね。すいません。うん、キャス君ね、つまんねえよね。天狗だよね、腕組みしながら雑談してるようなやつはダメで。うん、いや、気になる人は気になるんですよ。あの食べ方とかもさ、ねえ、汚い食い方すんなとか、音立てんなとかさ、箸の持ち方どうなのとかさ、結構細かいとこまで見んのよ、リスナーさんって。うん、いや、スターは小町さんですよ、小町さん。スターはね、カバオじゃない。厳しいっすよ、やっぱり。これで飯を食うってことは、やっぱりねえ、文句言われるのが当たり前、仕事みたいなもんだから、叩かれてなんぼっすね、やっぱり。うん、箸の持ち方厳しい人結構いるっすよね。うん、いや、どのポジション狙っていこうかなと思ってるんですよ、俺も。今バファリンの席が空いてるから、椅子がね、バファリンの椅子に座ったつもりなんですけど、どうですかね。山野くんの椅子が空いてるんで、イケカテダメです。コインバックナイスラーサリアス、どう？イケメンは、速報来た、何何、速報来た、どうしたどうした。うん、速報ありやす、いっぱいコメントも。天丼マン FC2 配信不倫バレる、なんだそれ、意味がわかんない。天丼マン、天丼、分かったか、分かって読んだから、速報、カバオ君、天丼マンと FC2 配信して不倫がバレる、分かった、もう読んだから書かないで、もうこれ書けばいいのね。じゃあテロップに、もううるさいな、もう。テロップに書けばいい、これ。天丼マン？なんなの天丼マンって、意味がわかんねえで。カバオくん？なんだ、なんだっけ、な、なんて。カバオくん。連投スパムして！スパムして、ムカついた。もういいわ、こいつ。スパムして。つまんねえ。もういいだろ、もう。めんどくせえな。スパムして。もう、米場にして。スパム。ムカついてきた、これ。お前が白いバカ、何が。つまんねえだろ、これ。うん。規制かかるからね。え？スパム誘導、規制かかんの？俺ダメなの、言っちゃ。言ったらダメなの？言ってよ。そうなんす？誘導ダメなの？知らないもんだって。お疲れ様でした。ダメだ俺、向いてないかも。
すいません。おすすめ規制待ったなし。あ、またラーメンやってる。向いてない俺。終わろうかな。うん、向いてないか。じゃあ通報してとかダメなんだ。え、この人ちょっと通報してくれる、もうダメなの。ダメなの。ダメなんだ。マジで。おすすめ規制入りました。マジかよ。え、おすすめ規制かかった俺今。言ってる人いるけどな。かかってないでしょ。これさ、レベル上げとかないと忖度受けれないから、ちょっとレベル上げなきゃダメだわ。カバを、カバをちょっとさ、レベル低くない？忖度ね、欲しいじゃん。レベル50なんだ、ダメだこれね。とりあえずレベル50目指してから変なことしよう。やるんだったら50ないと。今いくつレベル？ 42？ 俺と年齢一緒かよ。年齢とさ、キャスのレベルが一緒なんだけど、シンクロしてんだけど。死人番号だな。同級生なんだって。うん、100まで、100になった人いるんす？ツイキャスでレベル100いるの？もう100ってまだいないんだ。最高で今誰なんすか？コレコレさんが、コレコレさんいくつ今？79なんだ。コレタンで78とか9。うわ、100まで遠いな。最速で行くのはコレコレさんじゃない？レベル50で盾くるらしいね。どんな盾なんだから、それ誰かもらった人いるのかな。ちょっと調べていい？ツイキャスレベル50盾、あ、出てくる出てくる。画像は、あー、YouTuber みたい。こんなのもらえんだ。すげえ。これは嬉しいかもしんないね。レベル50。かっこいいね。モンジュリスイッターにある。作りもしっかりしてる。もらおう。レベル50になろう。どうなったらなれる？他の写真はないですね、あまり。うん、もらおう。頑張ろう。閲覧で、閲覧が多くないともらえない。売らないよこんな。売れないでしょ、メルカリとかで。ミルさんエロいよな。ミルさんっていう人なんだ、知ってんだ。うん、たくさん配信すればすぐだよ。3点お願いします。3点セットお願いします。皆さん、パルパルじゃないよ僕は。せいせいで暴露凸よろしいでしょうか。お願いします。来た、暴露来た。閲覧2000で暴露いきます。うん、暴露規制かかるんだ。ダメだって。ダメらしい、暴露はダメだって。暴露はフォローしてあれです。ダメなんだ。何もできないじゃんこれ。ナイスをしましたあれです。ダメだって。うん、そういうやり方不和ですね。不和。ナイス宣伝暴露とか嘘です。あ、報告ならいいの。
規制かからない？大丈夫なんす？あ、コレコレさん確かに暴露とかやってるっけ？暴露なるっけあれは？暴露か？みんな暴露してる？コレコレさんがリスナーから暴露してる。あー確かに暴露多いね。大丈夫なのかな？バックローズ亡くなった。バックローズってのは知らないな。そんな人がいたの。バックローズ、貧血バッファローズみたいな、配信タイガースみたいな。バックローだらけ。激辛やってや。激辛だけはできないですね、苦手。カバカメン、サングラスしてカバカメン、ポケカメン、うん、面白いかもね、うん、カバカメン。あい、なんだ、あい、あい、ふわっとツイキャスどっちがいいか。どっちがいいんだろう。あーい、誰のマネそれ、誰が言ってんの。あーい、誰が言ってんの。あーい、あ、ポケ仮面が言ってんの。あーいって、もう十分稼いだろ。ふわっち下ろせるよ、ポイントでしょ、うん、そんなに稼いでどうすんだよ。稼いでるイメージあんのかな。もっといるで、稼いでる人。俺なんか全然だよ、見てごらんこれ。これが現金じゃないからね、これ。うん。もっといるで、これ。500万ポイントだね。ってことはもう半分以上は現金化できるってこと。まあ半分としても250。300万ぐらいは稼いでるんだよ、もう。じゃがいもって知ってる？知らない？じゃがいも。うん。この人。知らない？この人はふわっちナンバーワンよ。ナーボーの女じゃねえ、ちげえよ。違いよ。すぐじゃがいもナーボーみたいな。うん。かわいい。ああね。いくつわかんない。俺なんか、まあ、マンスリーね。まあ、7月。何今俺。17位だよ。17位。めっちゃ稼いでるしてる、お料理。めっちゃ稼いでるよ。あ、メンタル死んでんの、ナーボーさん。マジで？今？なんでなんで？ナーボーさん。何が起きたの？あ、ビールの利子っすね、元ね。いや、病んでるんだよ。病んだるんよ。病んでるんよ。ナーボーは打つ。あー！なんかツイートで見たかも。あれ、ガチなんだ。病んだるんでなんだよ。病んでるんでしょ？あれガチなん？自律神経失調症。なんで？ぶっ倒れた。ガチ闇。面食りってる。へぇ。ストレス溜まるんだろうね、やっぱり。いや、俺も病むよ。病むときあるよ。だってさ、でもさ、俺たちってそんな病んでる時間なんてないじゃん。毎日さ、配信しなきゃいけないじゃん。休みないよ。うん。
無理だよ、そんな時間ないよ。止まってられないんだよ。うん、休んだことないもん俺も。いろんなことあるけど、メンタルはね、どうやって保ってるか。ナーボーさん言ってたけど、昔ね、ナーボーさんのリスナーさんの、ナーボーリスナーだから、配信者がメンタルをどうやって保つか、なんだと思う？ナーボーリスナーさんだったらわかるよね。びっくんこ。来た、初めて来た、こんなの。何これ、びっくりするんだけど。お前それさ、のりちゃんの枠で書けんのかよ、お前。やってみろよ、お前。ビッグうんこ。お前書けんのかよ、お前、それ。お前、俺だけにしとけよ、お前。お前、NG 入れられるぞ、お前。やめとけよ、お前。石川チャレンジできんのか、お前。書けないだろ？もうやってみろよ、お前、同じこと。俺だけにしとけよ。一回ビッグうんこの連投ちょうだい。どうなんの、これ。どうなんの、ビッグうんこのコピペちょうだい。どうなんのこれ、もう配信できなくなるこれ。全部ビッグうんこだったら一回やってみて、一回ビッグうんこのコピペできないんかよ。できないの。おお、来たー、ビッグうんこ誘導。できないのこれ。なんでできたのこれ。うわ、なんかバグってない？なにこれ。あー、できた、できた。うわ。あ、赤出し。え、赤出しじゃないよね。バグってない、なんか。うわ、バグっちゃってる、バグっちゃってる。ちょっと待って、ストップ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 、バグってる、バグってる。ちょ、コメントバグっちゃう。ちょっと待って、ストップ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 。バグってるよ、これ。ちょ、ストップ、ストップ。これ、配信、できるレベルじゃないわ。これ、ダメな、ちょっと。規定来る、やばいやばいやばい。ちょ、ストップ、ストップ。ちょ、レインボーも入ってるし。木工レインボーやめてください。ちょ、やめてください、ちょっと。ストップ、ストップ。これ、ダメだわ、これ。やめて、ストップ。もうこれ今寒いんだ、うん、あ、ちゃんと言うこと聞いてくれる、ありがとうね。あー、やっぱちゃんとしてくれんだね。暴走してた、危ない、ありがとうね、うん、もうやめて、もうやめて、分かったから。誰だ一番最初に書いたやつ、出てこいよ。でも謝れよ、お前。うちの枠荒らされたじゃねえかよ。いい加減にしろよ、お前。マジで。ああ、誰だ、お前。うん。あ、メンタル保つ方法ね。ナーボーリスナーさんとは分かるよね。うん。どうやって配信者さんのメンタルを毎日保つか。どうやって保ってると思う？配信者。ん？ナボメンヘル、メンエス好き？メンエス行って、ストレス解消違うよね。違う。いかに違う。女じゃない。ナボーリスナーさんいないの？子さんの。正解！正解者いた。一人いた。さすがやな。ナボーリスナーさんだ、これ。他の配信者の雑談タヌキを見るんだよ。って言ってた。言ってた。だいぶ子さんだね。ナーボーリスナーさんいるね。うん。そうやって、なんか、あ、俺よりマシだわ。俺の方がマシだわってなるんだって。あ、こいつすげえ叩かれてるわ。うん。ナーボーも書いてるらしい。うん。それやってナーボーやんだわ。今すごいね、フェイペガがね、ルイジとね、病んじゃった。
そう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 。ナーボーさん、フェイのタヌキにコメントしないでしょうよ。あんなさ、何百人とかいる中でさ、自分のコメント書いたところで一瞬で流されちゃうじゃん。うん、しないや。一瞬やで。ぶわーって勢いがすごいもん。無理よ。1000人来いの？え、マジで？そんな来る？うん。まあ確かにキラコイマカイはつまんないね。つまんない。ASMR みたいになってるからアットくんちゃうで。うん、枝豆って影響されるよね。なんか人が食ってると食いたくなんない、なるよね。あ、太んないしね、ヘルシーだしね、なるよね。 Z くんでやるか、影響されるよね。俺も食いたくなる、人が食ってると。うん、止まんなくなっちゃう。あ、パチンコ配信いいね。やる。うん。お前ずっとキャスにいる、お前のこと見ていたいんだよ。パチンコ。まあでもさ、島嵐になっちゃう。せっかくカズ軍曹さんがね、築き上げたあのパチンコ配信。ね、ドンピージャシー、当時まあ絶頂期ね、3000人ぐらい呼んでたじゃないですか。でまたお店やってね、落ち着いてきたから、またパチンコ配信してね、2000人ぐらい島嵐になっちゃう。ダメでしょ。軍曹さん一番面白い、スキル半端じゃない、あの人ほんと。 YouTube でもさ、バズるんじゃないかっていうぐらいトークスキル半端じゃない。カズ軍曹すごない？パチンコ打ってるだけで2000とか呼べる？すごない？パチンコって当たってる時は1000人来るんですよ、無名の配信者でもね。でも当たってない時でも2000人キープできないんだよ、普通の人は。トークがないと飽きちゃうんですよあれね。結構簡単そうに見えるけどマジで難しいっすよ、当たってない時ね。誰でもできるんだよパチンコ配信って。当たったら1000人来るんですよ、連チャンしたら。うん、通常時に2000人キープするのはやっぱトーク力がないと無理。軍曹2000人いるから。で爆練したりすると3000とか行くけどね。うん、見てられない人多いよねパチンコスロット配信で。うん、トーク力ないとあの1000人切るからね、大手さんでも。500人とか300人とかなるからね、下手するとパチンコ配信だから。結構ねトーク力が試されるんですよね、あれ。600人とかなるでしょ、当たったら誰でも1000人いくんですよ、連チャンとかしたら、各編とか入ったら。あと画質ね。うん、あ、お茶ばっかりやす。2000人いたわ俺見た時。俺結構プロレスなめんなよマジで。カズ軍曹いたから2000人パチンコ配信いたから。今やってない？俺見たんだから。当たってなくても2000人キープしてたから。いたよ、昨日いたよね、海でね、3000人いたよね。いたよ、他にしてないよ。今やってる？やってない？昨日いたんだから、俺見たんだから。
そう、話すネタもない、なくなるしない。難しいで。雑談。最近またやつら戻した。軍曹元はなんだっけ、ふわだっけ。ぬのりちゃんとコラボ決まってからツイキャス力入れ出したよね、確か。最初はふわだった気がする。ふわだよね、ふわ主だったよね。で、おすすめ規制がついてたんだけど、のりちゃんとコラボする前に、のりちゃんが赤松さんに一言なんか言ってくれたんですよね。そしたらおすすめ規制がなぜか解除されたんですよ。びっくりした、あれ。そんなことあると思って。のりちゃんの力すげーってなったんだよ。知ってる？鶴の一声だよ。うん。知ってる？すごかったよね。のりちゃんとコラボする前はおすすめ規制ついてたのに、ツイキャスで。鶴の一声で赤松さんがおすすめ規制解除したんだよ。それで、カズ軍曹のツイキャスで、おすすめ規制を解除された状態で配信コラボしたんだよ。すげえ、鶴でけえだろ。なんで規制になったかわかんない。アンチが多かったから。忖度あるなぁ、やっぱり。あるわ。だワンチャンさ、俺もずっとおすすめ規制だったから、のりちゃんにさ、頼んでもらおうかなと思ったもん。そういう事例があるからさ。うん。いや、ふわっちもあります。正味。あの、ゾンビアカウントの人います。何回配信落とされても、バンになんない人とか、A バンになんない人がいる。忖度ある。どこでもあるんですね。今、おすすめ解除されてるんですよ。そう。森さんとかね、火薬さんとかあるんですよね。うん。キャスはやらないって言ってた。だけど、おすすめ規制だったからやらないって言っただけ。解除されたらやるよ。やるよ。ね。腕組むな、すいません。ちょっとトイレ行ってきていいっす？トイレ。トイレ行ってきていいっす？いい？いい？ちょっとトイレ行ってきます。暇だったらさ、お茶バックと、あの、好きな配信者の名前書いといて。暇だったら。お茶バックと、好きな配信者の名前。なるほどね。パンツ履いてるわ。履いてるわ。履いてます。おしっこって言ってた。おしっこ。うん。すっきりした。パンツは見せれません。
ねえ、どうしたらさ、2000人とか行くの ?3000 とか。ねえ。どうしたらいいの ?2000 とか3000とか行くの、小町くんみたいに。売名?売名やっぱいるんす?無理?この前言ってた。これからじゃないの?本当に?毎日やんないと?コツコツ?モンジョリチート?富士山?ヘイヘイみたいに?そうめん食う?あ、そうめん食いたい。とつまちやってんのに来ないんすよ。なんで来ないのこんな。闇とかどうやって稼いでんのこれ。定時?うん。あ、待って。フォロワーさん増えてるこれ。サポーター4700。増えてんのかな ?4700 人。下積みね。あー、テロップ書いてなかった。速報カバーのままだった。定時か。うん。トツマッチお願いしますね。なんでもいいんでね。相談トツマッチ。増えてるのこれ。フォロワーさん。うん。通知登録させる。自分が見たとき4500だった。200人増えてるじゃん。大手空いてる時間、隙間産業ね。あー、ツイキャスで定時。うん。3時の定時はライバル少ない。3時ね。うん。既婚者じゃない。これ、彼女からもらった指輪。結婚してると思う。9時ぐらいから配信して3000人来たら大手。まだ中堅?過疎?まだ過疎か。うん。頑張んないとね。うん。フォローした?おー、なんだ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 。巻物来た。なんだなんだ。どうしたどうした。なんだよ、これ。何これ。変なの来た。なんか。やめてよ。過疎か。過疎だから頑張んないとね。うん。香川さんを超えて。でもさ、まあさ、これ人気出たら出たでさ、アンチも湧くんでしょ?なんかわかるんだけど、どこのサイトもそうなんだよな、これ。もともと小町くんとか見てたりしてるリスナーさんが、お前なんかつまんねえ、ふわっち帰るとか書いてくるんでしょ、どうせ。お前が来たから小町が人気なくなったとか、ワコンになったとか、絶対あるもんね。だからあんま人気出たくないんですよね。うん。ねえ、それあるんですよ。足の引っ張り合い。リスナーさんがね、そっちのリスナーさんが、攻撃されるのよ。お前つまんねえのによ。なんでお前みたいなのが5000人もいるんだとか言われるのよ。数字取りに行くと。そうそうそう。あ、来たよ、なんか。病気?嵐?あ、レベル上げ目的。あれ?レベル上げなんだ。ケンタこそブロックしろ。あ、昨日のね、三重ね。宮城じゃない?宮城。昨日も来たね。冷却ファンがうるさい。だってさ、熱暴走するんだから。めっちゃ暑いんすよ、これ。ダメなの?冷却ファン。つけたら。ダメ?マイクから遠ざけるか、ちょっと。PC でやれ。確かに。ツイキャスの大手さんっていうか、パソコンからやってるよね。雑談をね。うん。ちょっと音する。機材にこだわれ。ちょっと聞こえる?うるさくない?これさ、熱がさ、すごいこもっちゃうんですよ。充電しながら配信すると。
無限の彼方へ。さあ行くぞ。あんま安売りしたくないですよ。あんまり安売りで。お茶爆ね、収益つけれるようになったらやります。なんだそれでしょうね。PC だね、やっぱり。こもって聞こえる。これさ、ツイキャスって外カメにするとマイクが綺麗に聞こえるんですよね。なんか内カメにすると声がこもって聞こえるんですよね。これあるあるなんですよね。なんでか知らない、そういう仕様なんですよね。金幕ルーレット、まだね、収益の規制がね、このなんていうの、今申請中なんですよ。その許可が下りてないんで、いつ下りんだろう。昨日送ったんですけどね、3日ぐらいかな。ツイキャスね、知ってるよ。じゃあどこだと思って配信してんだよ俺。ツイキャスだろよお前。わざわざ自分でよ、アプリ選んでやってんだよ。ツイキャスだぞって、ツイキャスやるぞってやってんだよ俺。お茶爆はまだ投げれない、収益の申請中です。まあ、定時はまだ決まってないですね。まあノリで今やってますね。こんな感じかなみたいな。TikTok もやってますね。あ、ツイキャスのリスナーさん、 TikTok のミカママって知ってます？ミカママって知ってる人いる？知ってる？昨日ミカママとコラボしちゃいました。しかもミカママ軍団に入ることになりました。ありがとうございます。年間2億円稼ぐスーパーライバーです。2億円プレイヤーです。その傘下に入ることになりました。すごいでしょ。あ、切り抜き見た。 YouTube で検索したら出てくる。ミカママ、 TikTok ミカママで、知らない？じゃあキャスなんかでやってるなよ。確かに。終わるか。カバママはね、人気ないんです。まだ闇に来る。あ、すいません。もうツイキャスのリスナーさんってさ、もうツイキャスを愛してるんだね。愛がすごいんだね。ダメなんだそういう話も。嫌なんだ。ごめんね、嫌な思いさせて。愛だね。他の配信者の話、話題が嫌がる。他の配信者の話題が嫌がる。みんな他の配信者の話題とかしないんだ。ダメなんだ。ツイキャスに煽りに来たのかお前って。そんなことないです。闇リスは いないでしょ。闇リスさんは今闇配信してるからそっちに行ってるわけで、こっちに闇さんのリスナーさんいないでしょ。いるの？なんて書いてるの？二窓で見てる。キャスミ舐めんなやつは。9月のノリね、切り替えないとダメね。これ二窓でいけるんだよね、ツイキャスってね。そうだそうだ。でも声が二重になるよねあれ。速報の丸は脱です。おー、野田様が起きたぞ。4窓できる。
ふわっちのノリとかツイキャスの雰囲気って何それな、マジで俺たちにはよくわからん、押し付けてくるな、ツイキャスのノリとか知らねえよ、知るか。おちょんぽ先輩ってさ、何回もコメントされるのかわかんねえね、おちょんぽ。じゃあ帰れ、帰るか。出た、は？もう嫌いになった、嫌いになった、すぐ嫌いになるの、そんなことでやばいな、お前帰れ、すいません、ごめんね、ごめんって、出てけよ、ごめんって、怒るな、帰るな、最初から好きになれなかった？なんで見てんだよお前。帰るな、ここにいろ。休み誘導に来たの、来てないよ。偉そう、動くな、どこにも行かないで、ひどいね、こっち来るな、ブラシろ、脱税。ちょっとふわっちよりさ、ちょっと頻度がちょっと低い時あるね。これ夏休みに向けてさ、結構こういうの湧いてくるのかな、あるのこれ。お前だろ、社会不適合者は、ニート、無職がよ、親のすねかじり、お前働いてないだろお前。あー、また連投してる、これ社会不適合者、また連投、病気だろこれ。病気、社会不適合者、これ同じやつが書いてんの、病気いるわ、病気が。あー、また書いてるこれ、同じこと書いてるこれ。あー、これ誘導していいのかな、誘導していいのこれ。え、スパムしようってどういうこと、俺が入れればいいの、 NG に俺が入れればいいの。あ、俺が入れればいいのね、俺がスパム入れればいいの。あ、じゃあ入れる、次書いたら入れるね、やめてね、もう入れたくないんだよ、ブロックしたくないから、もう書かないで、うん、もう書かないで、もう入れたくないから、お願いだから書かないでちょうだい。キャスはなんていうの、ブロックやめとけ。うん、あー、分かってくれてありがとうね。いや、連投してるからずっと、うん、もう書かないでね。ブロックするとあかんと、あかんの、マジで。うん、キャスブロック多いと嫌われる、へえ。フェイ見られて片っ端がブロック、うん、ふわっち見ない人は新鮮かもねこれね。へえ、ブロックしたらアカウント分かるんだ、これ本当なのそれ。また来たよ、それマジでやめて、次書いたらマジでブロックするからね、もう書かないで、社会不適合者は、もうやめて、やめてください、 NG 入れたくないから、 NG ユーザーに追加したくないから、うん、頼むで。誰を入れたか配信者だけ分かるらしいよ、そうなんす、5分間コメントできるだけなだけだよ、分かんないってよ、分かんないって、連投ブロックしたらめっちゃ知ってる人だったらどうするよ、分かりませんよ、だったら枠切ったらまた来れるよ、
わかんないって。ふわっちはわからない。ふわっちもわからないです。うん。匿名すぐ孵化するらしいね。うん。お茶爆ありやす。お茶爆ください、皆さん。お茶爆。3回スパムで A 版だよ。あれ？ツイキャスってモデレーターつけれるんだっけ？あれ？つけれるんだっけ？モデレーターって。つけれる？つけようつけよう。モデレーター。そんなのあんだ。つけれるんだって。これこれさんつけてる？つけたらクソおもんないよ。何も知らない。人選ばないダメだよ。モデレーターあるんだって。誰かなりたい人います？モデレーター、モデレーターつけ、なりたい人。ひなさん。匿名じゃわかんないでしょ。匿名じゃ無理でしょ。匿名じゃなれないでしょ。僕やりたいです。あ、そういうことか。モデレーターを公表するとその人が攻撃されるんだ。やりたい。どんどんブロック入れていくよ。やばいじゃん。コメントなくなっちゃうじゃん。信頼してる人にしなさい。愛に決めたらダメ。あのおちょんぼ、おちょんぼってこれさ誰なの？ちょっと俺調べていい？おちょんぼって誰？これ本人が書いてない？これ。おちょんぼってどれだよ？いるの？実在する？おちょんぼ先輩って誰だよ？知ってる？おちょんぼ先輩。誰な？おちんぽ先輩？誰なんこれ？有名なの？絶対本人だろこれ。いないよね。フワでもあるんですよこれ。全然さ何にも話題にもしてない配信者の名前がポンって出るんですよ。うん、売名で聞いたことない。有名だぞ。忍法さんは知ってるけど おちょんぼは知らないよね。ちょっと検索して。おちょんぼ、おちょんぼ先輩いるのかな。いや、いない、出てこない。おちょんぼ、あ、ヨがでかかった。おちよんぼになっちゃった。 おちょんぼ進歩のことでしょ。おちょんぼいないな。おちんぽ先輩かな。おちんぽ先輩が名前つけれるかこれ。おちんぽ先輩、はっ、いた。おちんぽ先輩いた。先輩のおちんぽゴッツって人いた。この人かな。一人だけヒットした。この人のこと、この人が本人が書いてるのこれ。ドスケベ、ドスケベ相撲部屋、ドスケベ相撲部屋アット先輩のおちんぽゴッツっていう人。この人違う？いや、フォローはしないけど。なんなんこれマジで。おちょんぼ先輩、おちょんぼ先輩って。相撲部屋って。うん。規制解除しました、ね、安い。もう書かないでね、おちょんぼ先輩。わかったから。うん。もういい加減にして。あー、今日はこの辺にしとくかな。今日はね、終わるかな。満足や。今日は終わるか。疲れた。
またねー。おつかば。最後に初めて来た人3点セットお願いします。お茶お願いします。1個でもいいんで、お茶ください。おつかば、お茶ください。初めての方ありやす、ナイス、ありやす。やだ、やなの、マジかよ。いや帰ろう、もう終わろう、うん、無料ポイントすら上げたくないってやつなんで見てんだよお前。入れおか、お前手が短い、すいません。あのさ、あ、ちょっと間違えた、間違えた。あのさ、配送って何、誰に負けたの俺、誰に負けたの、それか教えて。配送って何、誰かと戦ってたの俺、配送って何、誰に負けたの、敗北ってこと、誰に負けたの、自分に、誰かと戦ってたの、見えない敵がいたの俺、戦ってたの誰、誰、赤松乾燥してないから、終わります、ありがとうございます、また。またね、帰れ、お前が帰れ。おつかば。あ、楽しかった、ありがとう。こちらこそ。いや、フワはちょっとやんない、まだ。またね、来てください。もうこんなんでよければ、楽しかった。いや、俺さ、フワッチもやってんだって。何完走できないんだって煽ってくるやつ。フワもやって、TikTok もやってんだよ。うん。3サイトやってる、3サイト。TikTok もやってんだよ。忙しいんだよ。面白かった、ありがとうございます。17はやんないっすね、17は、うん、キャスが一番手抜きとかやめて。俺はね、一度も手を抜いたことなんかないよ、うん、配信ボタン押したら全力投球、うん、手抜いてない。ツイキャスのリスナーさんも大事ね、フワッチのリスナーさんも大事、 TikTok のリスナーさんも大事。なんだね、4時間もやれないんだマウント、やめて、それ4時間やってなんぼみたいな、やめて。誰が勝手に決めた4時間やってなんぼみたいな。
やっぱ収益ないとこんなもんですね。やっぱ、うん、モチベーションがね、モチベーションが上がんないね。収益ないとね、やっぱそうじゃん。ねえ、どの配信サイトが好きか。どこだろうな。ツイキャスかな。ツイキャスがいいかもね。やっぱ重くないでしょ。うん。で、謝罪できるでしょ。 A 版車映れるでしょ。 A 版の声入っても大丈夫でしょ。やりやすさはツイキャスだね。うん。まあふわっちゃん儲かるけど、画質もいいしね。うん。はいはいじゃねえだろ。お前目を見てちゃんと俺を見ろ。嘘ついてる目か俺が。嘘ついてる？目を見ろちゃんと。嘘つきの目をしてるか？嘘ついてないよな。してないよ。終わります。ありがとうね。アンコール、アンコールって言うから。アンコール、アンコールって。アンコールって言うから。いやでもこれ収益がないと、わかる？このモチベーションが上がんない。お茶爆チリン、チャリンチャリンがないと、うん。金ないよね、やっぱり。モチベが上がんない。収益オンになってからいい？ちょっと4時間は収益ないときついで。これペンギン枠やで。ペンギン枠4時間やるやついねえから。いないっしょ。うん。のりちゃんだって月1回あるっしょ。ないんだよ。うん。ペンギン枠4時間きついって。ナイスもないし、何のためにやってるかわかんないよこれ。辛いよ。うん。頼む、分かってよ。ペンギン枠ってあんのよ。アイテム投げれないやつ、有料アイテム投げれないやつ。ダッスーさんはふわっちやってるでしょうよ。同時でしょうよ。うん。MP 上げた、上げたよ。3万9000あるやん。大丈夫。ダッスーはだってよ、ねえ。やってるじゃん。うん。じゃとりあえず休憩します。すいません。ねえ。マリコさんは金持ちだからだよ。人は人。ね？うちはうち。ね？
さ、アンチコメすごいね。どんなやつが書いてんのマジで。どんなやつが書いてんのこれ。うん？性格悪すんぎ。マジで。誰、男？女？悪口書いてんのこれ。帰れとか、二度と来んなとか。女これ。大人じゃねえんだよ。男か女か聞いてんだよ。女が書いてんのこれ。ああ、マジ性格悪いなこれ。いや、男は書かないよね。女か？やっぱ女が書いてんのか、おい。うん、おかま柴田理恵かこれ。うん、ねじ曲がってんな性格が。主婦が書いてる。あーなるほどな、ストレス溜まってんだ主婦が。うん、いや奈々ちゃんのリスナーさん悪口言っちゃめよ。奈々ちゃんのリスナーそんな書かない。うん、いやジョリーリスナーそんな書かない。奈々、うん、ちゃんのリスナーさんはいい人しかいないよ。うん、どこリスだこれ書いてんの荒らしてんの。うん、印象操作やめろよマジで。闇リスナー、闇リスナーさんどうなんだ。闇リスナーさん闇見てるから書かないよね。うん、フェンシップもつけれないです今ね。ちょっと見てみようかな収益オンなんねえのかなこれ。ちょっと見てみていい？いつなるの収益オンに。ちょっと見ていいっす？どうやって見るんだっけな、それもわかんない。アカウントメニューだっけ。 あった、収益管理。ああダメだね、ライブ収益オンになんない。鍵ついてやがる。ほらここ見て、鍵ついてるでしょ、ここわかる。オフになってるでしょ、ライブ収益。これがオンにできないんですよ、これ鍵ついてる。直近300時間配信しないと無理。そうなん、わかんない、なんでか収益ないと完走できないの。そんなことそうだよ、いいよ、煽ってこい、煽ってこいよ。いや今申請中なんですよ。今何時間、直近300時間。まじゃあまだやるしかない。配信時間短いとダメ。300時間以上配信しないとダメ。今何時間かどうやってわかんのこれ。今ね審査中なんですよ。審査中って出てるでしょ。なんでこっち来たの？ここにたくさんある。時間だよマジレス。審査待ちじゃないのこれ。あと何時間なんだろう、わかんない。ライブ収益、累計視聴時間が100時間以上って書いてあるけど、ここの条件にこれここに書いてあるけど、ライブ時間が100時間以上。100時間ないの俺。何時間だろうよ今。え？7月
累計、あ、視聴者時間か、これ違うな、どこに書いたんだろう、あなた100人のリスナーかける1時間で100時間達成できるってことは、人がいっぱい呼べばそれだけ短縮されるってことだ。そういうことですね。人を呼べば、マイページの下の方、あ、これかな、71時間これ全然足りない、うーわー、まだまだや、累計やで、それあと少しだ、足りない、もう少しだ、まだまだ、今の閲覧人数はすぐだよ、コメ数多いね、コメ数どこに書いてあるんだ、あ、コメント数100,000,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 
あのツッコミありがとうね。うん、性格悪いおばちゃんたちありがとうね。あのツッコミも加算されますね。ありがとうございます。覚えてるよてめえこの野郎、お前やろう。マッチ帰るとか感謝しろ。ありがとうね。ジジイもいる。あいつら3桁になるやろ。おもないなって見るのやめた。来なくていい。汚い言葉使わないで。うん、連投も許すかじゃん。いいよ連投しまって。コメント関係ないんす。要は人呼んで何時間もやればいいってことね。何十時間もやればいいってことね。もう廃人になるってことね。あの、モイさんは。そういうことっすね。うん。アホみたいに配信して、収益の許可を自分で獲得しろってことね。ああ、なるほど。リ配信も OK。この閲覧だと何年かかるかね。じいさまが書いてんのか、じいさまが。うん。おちょんぼ先輩もいいって。誰だよ、それ、おちょんぼ先輩って。そう、ツイッターにいるの、それ。おちょんぼ先輩って。なんなん、おちょんぼって。おちょんぼ、あ、おちょんぼっているわ。こいつか。お前だな。おちょんぼ。4人ぐらいの、おちょんぼおじさん。おちょんぼ。お前か。本物かこれ。4人ぐらいは可愛くなりたい。おちょんぼろんっていう人なの。おちょんぼろんさん。おちょんぼって収益管理見て。収益管理見る。ちょっと待って。収益管理。アカウントメニュー。収益管理見た、見た、見た。したら？見てどうすんの？見たよ。何も変わってない。オンにできない。ライブ収益。申請してる。見ただけ。見たよ。見たよ。視聴時間は3280時間は達成しました。
3200時間だ、プロレスです。3200時間見てます。街でしょ、だから、待ってるだけでいいんでしょ、何もできないでしょこれ。100時間達成しろ。かおりちゃんありがとう。配信するしかない。いやーこれ増えてんのかな、合計配信時間71時間16分。これ増えてんのこれ。あ、配信終わったら、これ加算されんのかな？配信切んなきゃダメなんじゃない？これ。最大同時視聴って何？最大同時視聴が3305人。切ったらダメなの？あ、これ切ったら加算されるよ、多分。多分ね。これ今71時間16分だけど、切ったら加算されるでしょ。上がるよね。前行ってないです。あ、これアカウント変わってんすよ。前のアカウントも、なんていうの、大会しちゃったの。ツイッターのフォロワー3000超えて、収益申請大丈夫です。ありがとうございます。待ちます、ひたすら。うん。あ、一回切ったら収益いけるかもしんないですね。やってみる？いけるよね。今日だって2万9000人来てんだよ、累計。ここを褒めてくれよ。2万9000人も来てくれる、ツイキャスのリスナーさんが。なんだこいつ、つって。一回切れ。だいぶこれ、上がるんじゃないかな。ねえ。一回切っていい？すごいね。これ、ふわっちだったらリスワン確定やで、これ2万9000人も来たら。その方がいいよね。一回切っていい？一回じゃあ切るわ。うん。ちょっと待機で。ういっす。